私の名前は水木。小学3年生の娘千秋と去年生まれた息子のひろや、そして保護猫カフェからやってきた猫のねね丸。この3人を育てている兼業主婦だよ。最近私の周りではお菓子を持ち寄るような軽いホームパーティーが流行しているんだ。でも中にはこの流行で悪さをしようと企む人がいるんだよ。今度の土曜日15時、10万円、手土産もちゃんと持ってきてよ。あ、水木さんコストコの会員だよね。コストコのサーモンとかいいかも。あの、かなさん。何？これ何の話？土曜日に15時も10万円もどっちも意味がわからないんだけど。なんでわからないの？ホームパーティーだよ、ホームパーティー。最近みんなやってるじゃん。私もやることにしたから。そう、今度の土曜日は用事があるから私は参加しないよ。はい、無理です。私のホームパーティーは欠席不可。呼ばれた人間は全員参加しないといけないの。はあ？何言ってんの？自己中すぎでしょ。最近暑くなってきたし、おかしくなった？参加費は10万円だからね。そのくらい払えるでしょ。だから行かないって言ってるじゃん。そんなの認められるはずがないでしょ。もういい？私今みんなに連絡しなきゃいけないから結構忙しいんだよね。誰が10万円も払ってホームパーティーに参加するのさ。でも欠席不可なんだよ。ルールは守るべきでしょ。それはルールとかってレベルの話じゃないでしょうが。だいたい10万円って何？一流の寿司職人でも家に呼ぶつもり？あのね、私料理が得意なの。まさかだけど。私自慢の手料理でみんなをもてなしちゃいます。あのね、ネットで見た美味しそうなレシピがいくつかあるの。だからその料理を出す予定。みんな美味しいものは食べたいけど自分で作るのは面倒でしょ。私が代わりに作ってあげるんだから10万なんて安いよね。いや、ちょっとさすがに無理があるって。10万払うなら高級ホテルに宿泊して美味しいもの食べるよ。ああ、ほらしい。そんな馬鹿げたことをしてる暇があったら庭の草むしりでもすれば。うるさい。いい？絶対に欠席不可なんだからね。一応ママ友という分類になるのかもしれないけど、かなさんと LINE のやり取りをしているとなんだか小さい子を相手にしているような感覚になるよ。さてその後なんだけど、かなさんはみんなを誘い欠席不可だと大騒ぎ。当然みんな行かないとは言っているけど、かなさんにギャーギャー騒がれてノイローゼみたいになった人もいてね。さすがにちょっと分かってもらうことにしたんだよ。ホームパーティー当日。サーモン、サーモン、サーモン。ねえ水木さん、ホームパーティーは15時からなんだけどサーモンまだ？いや、私は行かないって言ったでしょ。私のホームパーティーは欠席不可。絶対に来ないとダメ。ちゃんと会費10万とコストコのサーモン持ってきなよ。お母さんが行くってさ。え？もうすぐ到着するよ。家族だけのホームパーティー楽しんでね。何言ってるの？水木さんがママを知ってるわけないでしょ。でもかなさんが高校生の時お父さん再婚したでしょ。新しいお母さんができたよね。え？私水木さんにそんな話したっけ？実はお母さん、めぐみさんと私友達なんだよ。同じ趣味の集まりで知り合ってね。結構気が合うんだわ。だからめぐみさんに今回のこと話しておいたから。え？え？娘がホームパーティーをやるなんて最高って言って超喜んでたよ。まあ欠席不可だの会費10万だのって話をしたら般若みたいな顔になってたけどね。ひぃー、あの人怖いんだよ。離婚したママはめちゃくちゃ緩い人だったのにさ、箸の持ち方がおかしいとかスニーカーの紐の結び方とかできるまで何度も指導されたんだから。本物の母親じゃないくせに。すごくいい人だと思うよ。どっちもちゃんとできなかったら困るじゃん。それに箸の持ち方とかも大人になってからだと覚えるのに苦労する人とかもいるみたいだよ。にゃー、チャイム鳴った。外にあの人がいる。ま、この辺りのママは全員行かないって言ってるからさ、お母さんと二人ホームパーティーを楽しみなよ。欠席不可とか会費10万円とかそういうのじっくり聞きたいってさ。いやー、かなさんの母親っていわゆる5歳さんなんだよね。私は趣味を通してこのお母さんと知り合ったんだけど、めちゃくちゃ元気いっぱいで楽しくて、そしていい人なんだよ。
どうやらこのお母さんがきっちり叱ってくれたみたいだね。翌日、みずきとめぐみのLINE。みずきちゃん、かなのことを教えてくれてありがとうね。本当にうちの子が皆さんに迷惑かけちゃったみたいで、ごめんね。いや、めぐみさんが悪いわけじゃないから、かなさんはどうなったの？いろいろ言い訳してたから、かなの旦那くんとも相談して、私の家に連れてきちゃった。父親からも怒られて、さすがに今は落ち込んでるかな。あ、やっぱりそうなんだ。今日朝一番で、かなの旦那くんもこっちに来てくれて、みんなで家族会議。朝からいっぱいおにぎり作ったわよ。元気な人だな。それにしても、なんかおかしいね。正直なところ、かなさんって自己中だし、そういうトラブルが多かったけど、こんなにわかりやすくお金を求めてるところって、今まで見たことなかったし。やっぱり、みずきちゃんもそう思う？なんかね、なんかおかしいんだわ、この子。前は美容院やらネイルやらも通ってたし、服も綺麗だった。今はどっちも行ってないみたい。服も毛玉がすごいし。旦那さんと喧嘩してるとか？でも、そんな感じもしないかな。かなさんの旦那さんも穏やかな人だし。そうね。なんか変なの。とりあえず、実家に連れてきたけど、スマホばかりずっと見てるし、怒ったらスマホ持ってトイレに入っちゃうし。それじゃない？え？スマホ？なんかスマホでテレビ見てるみたいだよ。多分違うよ。ネット配信とか見てるんじゃないかな。そういえば、ギフトしたいから5万貸してとか言って、さっき父親に怒られてたけど、これ？配信がどうのこうのってよくわからないことを言ってたけど。多分ね。ごめん、私そういうの全然わからない。まあテレビの生中継みたいなものをインターネットでやってるの。その生中継をしている人にお金を送れるんだよ。例えば俳優の白山明彦がやってる生中継に私もお金を送れるみたいな。そういうこと。お金を送って自分の名前でも呼んでもらえたらファンとしては嬉しいし、もっとお金を送りたくなるよね。ああ、そういうことか。ちょっと話してみるわ。後でめぐみさんから報告があったんだけど、案の定、どうやらかなさんはネット配信にドハマりして、一人の配信者さんに毎月20万近くのギフトを送っていたみたい。ちなみにかなさんは、時々単発のバイトに行くくらいで、ほとんど専業主婦みたいな状態。旦那さんは大手にお勤めだけど、さすがに月20万も使えるほど高収入ってわけではないよ。つまりお金の出所というのが。みずきさん、ねえ、クレジットカード貸して。かなさん、頭大丈夫？どこの世界にあなたにクレジットカードを貸すアホがいるの？だって今イベント中なのにギフトができない。やっぱりそれが原因だったんだね。私大好きな配信者がいるの。超イケメンでギフトを送ると愛の言葉をささやいてくれるんだよ。カナ、お前は最高だよ。カナがいると元気になるよ。とか、私、もうその声を聞かないとダメなの。なんだそれ。はっきり好きとか言わないで、遠回しに好意を伝えるって、水商売みたいじゃん。私、いつかは彼と結婚したいの。ただ好きで応援してるとかじゃないの？彼、配信を応援してくれてるファンの中から結婚相手を探すんだって。じゃあ頑張るしかないじゃん。あの、かなさん、既婚者だよね。てか、その人もそういう営業をしてるだけだと思うんだけど。でも、みずきさんだって知ってるでしょ？私の夫は若ハゲだし、優しいけどつまらないし、それと比べたら彼はキラキラしてて素敵なの。ハゲってレベルじゃないでしょ。若干毛が少ないくらい。でも、彼はふさふさなんだよ。ふさふさね。どう考えても、かなさんの旦那さんはすごくいい人だと思うんだけど、優しい性格で、お子さんの面倒も丁寧に見てるし、大手勤めでお給料も高いし。私は会いに行きたいの。本当のママみたいに。本当のママ？そう、私を産んだママ、今、バツ6なんだって。バツ6。そりゃすごい数字だね。でしょ？久しぶりに会ったら超幸せそうでさ、やっぱりめぐみさんとはレベルが違うって感じなんだよね。は？ママ、ホストと再婚するんだって。私も会わせてもらったんだけど、20代の超イケメンなの。かなさんの実母ということは、
かなさんが今35歳でしょ？ママは今60だよ。60歳なのに20代のイケメンホストと結婚できちゃうとか、マジですごい。はぁ、婚姻届は出してないんだよね。なんか彼氏が今年でホスト辞めるんだって。その時一番お金を使ってくれた女の子と結婚するらしいの。ママが一番お金使ってるから。ってことはママ再婚できるんだよ。なんか親子で同じようなことしてるな。それも栄養文句だとは思わないの？なんでめぐみさんとかパパみたいなこと言うの？もういい。うちの夫は使い込んだ貯金分をしっかり稼げって言うし、やっぱり私にはママしかいないんだよ。ママにもお金を用意してあげないと。お金要求されてるの？なんかホストクラブってお金かかるんだって。お金をせびる母親と、かなさんをちゃんと怒ってくれて実家に連れて行ってくれるめぐみさん、いつかこの違いに気づける時が来るといいね。はぁ？その後、案外その時は早くやってきたよ。どうやら実母にお金を貸してそのままとんずらされたみたい。挙句、推しの配信者がカツラだということが放送事故で分かったんだってさ。何でも扇風機でカツラが吹っ飛んでいたらしいよ。すっかり落ち込んだかなさんを応援団長ばりに応援してくれるめぐみさん、今はとにかく使い込んだ貯金を返そうと二人で工場パートに出たんだってさ。でもめぐみさん超熱血タイプの人なんだよね。だから朝から晩まで仕事に家事に副業にと、ずっと一緒にいるかなさんはげっそりしていたよ。でも実母よりはずっといいんじゃないかな。さて、私も仕事に家事に子育てに頑張るか。にゃにゃまるも昼寝にご飯、遊びにこもりと忙しいしね。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。